お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。太刀を構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。そういうやつだな。お断りいたす。来世では誠の武人となれ。
走れ、呼ぶ。Son beşmesiyim ben şurada. Mart'ta anahtar. Barçı lan! Чиджу му самарай. Орд нотерник. Тише. Хан. Ой, у ног их чахарта. Эн үхчихээ. Ас. Ямар нэг юм харуу юм алга. Тише. Харах уу бай. Ой, бүгд их ца харда. Шамаа хаг батсна. Ачаа бари. Тимэ.
극자 한타! 알짜자 빌로노
지금 가라고. 이거 최시와도 된다. 지금 하라고! 지금 하라고! Oi, o que você está fazendo?
Отстой! Самурай! Отстой! Очиж бери! よく来てくださった。
民が浪人に襲われておる。残りがおるか調べるか。誰か。マジ。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は。北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。
我々がさようなこと。お主の目は節穴ということで、ジン、ちょっと話せるか。
今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。己の苦しみすら癒せないのにどうして人を助けることができる。純真、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。政子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。政子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな坊主。幸あらんことを政子様。御仏よ、兼田の木を取り戻した英雄たちをどうかお守りください。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったがいかんせん君近であった。大目に見てやったものの陰では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。外道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。おいしい。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。いざ勝負。たたえるだしちゃんしこるい。ああ、
子は全て仕留めた。一家は小屋におるやもしれません。新しい布。布ではない、絹だ。一介の漁師が買える品ではないぞ。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。漁の道具です。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。己ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな、サダオを見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。はどこだ。雅子様、どうした。答えろ。おやめください。どこにおるのか言え。雅子殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞお助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。頼む、命だけは。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。
して純真がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか。やつも襲撃に加担しておったのだ。流人を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。雅子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。父子を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。下士ども、報いを受けよう。神聖な寺を血で汚しおって。純真を見つけるぞ。急げ。まもなく寺です。待っておれ純真。伏せて。このまま進むぞ。いや、後ろから切る。真、純真が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。急がねばなりません。出口は私が。坊主のことは任せた。ケンケルヒソンエシャンエルガボンダエニクシャッタジブルクイ Хатан Хани Зарлак. Я гад бог Куригеш. Уддин Сумук Нурасан. Экш Монгфиг. Эни Нокудин Кулболтон. Хем Херки Сумс Базно. Я Лангуя. Хем Херки Сум Нудиг. Матат! Курасан! Херни! おい、動く気だ。新手が来る。純真を助ければ。
まさかとも。ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らを負ける。とうに負けておるわ。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです。仇のために。龍蔵を前にして同じことが言えるのか。
に任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが。二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。Thank you.